こんばんちは、ゆっくり霊夢です。ニンニクを食べすぎて腹を壊し気味のマリサだ。スタミナつけてんな。ブラックビスケットだわ。さて、前回はまんじゅうがアツコが3冠に挑みました。天皇賞は快勝、ジャパンカップは惜しくも2着でした。せめて有馬記念はもぎ取ってやるぜ。果たしてラストランの行方は。後半は新馬を計算します。その馬を生放送で疾走させるぜ。それでは本編スタート。というわけで有馬記念だな。3歳で落としたのがダービーとジャパンカップ。この距離はどう見ますか？不安ですよね。まんじゅうさん、距離不安なんて人が決めたものだ。そもそもダービーもジャパンカップも。あ、これ面倒くさいやつだ。スタジオ返します。お前は横切るな。大坪さんかな。ラストランは7番人気で疾走か。甘く見られたな、まんじゅうだけに。相手はバブル、ローレル、マーベラス、トップガンの4強か。嫌になるねー。まあまあこの馬の力を出し切ればなんとか。いつものから元気はどうした？そうだな。ダンスパートナーにファビラス・ラフイン。北斗ベガ、西アマゾンもいるのか。豪華女優総出演じゃないか。主演はまんじゅうがいただくぜ。ラストラン、飾ってやるぞ。私がまんじゅうを導いてやるぜ。よし、スタートは良好。さあ前半のポジションが重要だぞ。わかってらー。ここは後方から行かせてもらうぜ。大丈夫か？また差し損ねないでよね。よく喋るまんじゅうだ、寝てろ。グースーピー。バカモン、本当に寝るやつがあるか。目が覚めたら向こう正面だったわ。後方3番手、前には待機ブリザード、外から行くか。いつものバブンをこじ開けるあなたはどこに行ったの？我が人生で攻めの姿勢を忘れたことなどない。それは嘘でしょ。さあここから進出。人気馬は前だな。ちょうど外にローレルがいるわね。うちのトップガンは外に出させないぜ。いいターゲットだわね。私、知ってしまったんだ。この馬の本当の強さを。なんだ。今、見せてやる。行くぞ、まんじゅう。早い、さすがに早すぎるぞ。何をやっているんだ。アビリス発動、大まくり。なんだと。まだこの馬にこんな能力が備わっていたとは。根性で押せ。これでおしまいだ。なんて競馬しやがる。ついてきたローレルを力で振り切るとは。悪いことをしたぜ。この能力を知っていれば、タイトルの一つも取れたってことね。さあ点数はどうだ？999点。お見事。まんじゅうがよく走ってくれた、それだけだ。さあこれで引退だ。年度代表馬と最優秀3歳母馬にも輝いたわね。文句なしの選出だろう。成績を振り返ろう。12戦10勝、2着2回のほぼ完璧な戦績だったぜ。およそ10億円を稼いだわね。短くも濃い競争生活だったな。タイトルが取れなかったのが心残りだ。ありがとう、まんじゅう。父としてまた会おう。それはまた今度の話。合計で3200ゴールドを獲得しました。大赤字じゃないか。これが早熟の辛さだわな。というわけで新馬生産です。今回は生放送用の馬を生産するぞ。母馬はこれまた生放送で生産したビヨンドザシーゴーだぜ。アビリティはなかなか優秀だった馬だな。靴の投資に高速の切れね。そういえば新馬だったわね。親馬はどうしようか。ここはカルムテンペストにしたぜ。なるほど、距離が持ちそうなイメージだ。ニジンスキーのクロスが効くといいわね。こちらは一瞬のキレとバブン好きのアビリティです。お母
ーちゃんと同じく真っ黒なバタイダだな。かっこいいわね。将来性が微妙とは。果たしてどうなるか。大丈夫、人生はやり直せる。ドライすぎるぞ。名前は迷いましたがフィールザウインドにしました。親馬からの連想だな。海を越える旋風となれ。風を感じてくぜ。ちなみにジャンヌダルクで一番好きな曲はフィールザウインドよ。青春を感じたところで今回はここまでだぜ。フィールザウインドもそうだけどラクソディーンブルーも育てなきゃね。そちらは次回登場だぜ。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。